はい、続いてのご当地の美味しいものをご紹介いたしましょう、はい、では所さん、うん、お願いします。日本のベバン、優しい、幸せ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 。まさかあの魚が生で、今しか食べられない絶品漁師飯。漁師飯って響きがいいですよね。その料理があるのは福岡県、福岡小倉からフェリーで30分の愛の島。島民300人のほとんどが漁師だというこの島に調査にやってきたのはこの男。皆さん、ナマステ、ラジオです。愛の島に来ましたよ、ラッキー。インド人のラジャ。寒いけど頑張ります。そして今回は早速目的地へ。ここですか。すごい、めっちゃちっちゃいですね。あ、これ名前も看板もないな、すいません、入ってもいいですか。あ、こんにちは。すいません、インド人のラジャです。ナマステ。それで私聞いたですね、はい、ここの島の人はめちゃめちゃ美味しい魚食べてますよ。はい教えていいですか。ほんまですか。本当です。あ、そうですね、食べてますよじゃあ終わりだよこちらは漁師とその奥様方でなる愛の島ブランドクラブというグループ。この方がリーダーの藤野さん。タコ、はい、アクトパスですね。そうです。豊かな海の幸でさまざまな加工品を作っているのですが、中でもダントツ人気を誇るのがあの魚を使った料理。大きそう。まずは珍しいお刺身でいただくことに。お刺身が珍しいの、うん、すごいふわふわ。そうですね、柔らかい魚ですから、うんうんうん、はい、すごいふわふわ。その最大の特徴はふんわりとした食感。地元でしか味わえなかった絶品漁師飯とは。ということで、料理をお見せする前にまずは魚の正体をお教えしましょう。うわー、でかっ、でかい。サワラです。サワラ、サワラってこんななんだ。そう、魚辺に春と書くサワラ、うん、でっか。体長1メートル近くになる産卵前の今がまさに旬。脂が乗って食べ頃です。こっち柔らかいんだ。私今まではマグロとタイだけ食べたの。じゃあ今日はサワラを上がってください、うん、もうびっくりするほど美味しいです。いや、食べてみたい。柔らかいサワラの身は崩れやすく、すぐ鮮度が落ちてしまうので。色がもう変わっちゃってる。西京焼きや塩焼きなど火を通して食べるのが一般的ですが、ここ愛の島には鮮度を生かした珍しいサワラ料理があるのです。その料理を食べた料理家栗原晴美さんはこう絶賛しています。食べた瞬間、その味に感激、うん、サワラの本当の美味しさを初めて知ることができました。サワラは他の魚より取るのも格段に難しいそう。そうだと藤野さんのご主人にお願いしてサワラ漁へ。サワラは網で取ると傷がつきやすく、すぐに腐敗が始まるので、漁の仕方は魚へのダメージが少ない一本釣り。網を使わない。こちらの疑似餌をつけた針を海に投げ入れ、船を流しながらかかるのをひたすら待ちます。2時間が経過。お父さん、ゲット。うわ、すごい。お父さん、頑張れ。でも釣れたのは、お、あ、来た。おー、ゲット。これ何ですか。サゴシ、サワラの小さいの。サワラの小さい。釣れたのはサゴシ。サワラは成長段階で名前が変わる出世魚。体長50センチほどのものはサゴシと呼ばれ、脂が少なく味はサワラに遠く及びません。そうなの。その後も粘ること2時間でも結局釣れたのはヒラメとサゴシが1匹ずつ。こんな日にちもあるか。あるある、しょっちゅうある。あ、そっちゅうあるか。今年は波が激しい、釣れる、釣れたり釣れなかったりが。
この日サワラは全く取れず、今年はこの辺りの水温が低く暖かい海水を好むサワラの水揚げは例年より減少、希少品になっているそうです。ではそんな貴重なサワラを最高に美味しくいただく料理とは。鮮度が命、釣れた時にはサワラをすぐに調理、三枚におろし中骨を丁寧に取り除きます。さらに身を切り分け、あら美味しそう、プリプリだな。少し水分を飛ばしてから網に並べ、そしてお、何これ、何これ、お母さん、新鮮なサワラだからこそできる驚きの食べ方とは。福岡県藍の島で採れる今が旬のサワラを最高に美味しくいただく料理とは。バーナーで一気に炙ります。お、何これ、皮が縮むでしょ、新しい証拠なんです、これ何これ、お母さん、そう鮮度がいいからできる調理法、叩き、めっちゃうまい。こうして炙ることで魚臭さが消えるだけでなく余分な油も水分も落ち、引き締まった身に旨味が凝縮されるそう、香ばしい香りが立ち込めます。あ、もう匂いしそう。お肉で言ったらローストビーフの状態です。あ、ローストビーフな、はい、周りは焼いてるけども中は生々でしょう。あ、私ビーフは食べないな。あ、インドなの。あ、そうなんですね、神様な。あ、はい、神様今最高に脂の乗った取れたてのサワラの美味しさをギュギュッと閉じ込めた漁師の島で生まれたなんとも贅沢な料理がこちら、福岡県藍の島のサワラのたたき。絶対美味しい。外は香ばしく中はレア、調理してすぐに真空パックするので地元でしか楽しめなかった味と鮮度がそのまま保たれています。実はサワラをたたきにするという発想はこの島に昔からあったわけではなく、生まれたのは4年前。あら、最近ですね。多分漁師のご家庭でも普通にサワラのたたきよりもサワラのお刺身で食べてる方が多かったかと思います。刺身で、ちょっとある日主人がたたきがうまいからたたきしようかって言って、何これって言ったんですね、最初食べた時。瀬戸内海の一部ではすでにサワラのたたきが食べられていましたが、九州ではその習慣はなく、刺身で食べることに慣れていた藤野さんら島の漁師たちが試しに炙って食べてみたところ、あまりの美味しさに仰天、島の名物にしようと試行錯誤を重ね、ようやく完成したものだそうです。このポン酢につけて食べると、はい、とっても美味しいです。あ、そうか。いただきます。うん、美味しいですよね。何これ、びっくり。なかなか外国人難しいな、住むわな、はい、これ私食べてスーって入ったな、はい、で全然気持ち悪くないな、はい、こんな柔らかいしふわふわし、はい、食べれやすいし最高。ありがとうございます。いや、食感はまるで中トロ、新鮮なサワラだからこその絶品の味がお口の中に広がります。さらに藤野さんおすすめの食べ方がこちら。温かいご飯に刻んだしそとサワラのたたきをたっぷりとのせ、酸味を効かせたお好みの和風ドレッシングをかける。これ絶対うまいやん。漁師の妻直伝のサワラのたたき丼、ご飯と一緒に豪快にどうぞ。さらにお茶漬けも絶品です。あ、これがいい、これがいい、いっぱい食べたよ、ラッキー、はい、ありがとうございました笑ってる笑ってる
まさに今が食べ頃、福岡県愛の島のサワラのたたき。所さん、愛の島のサワラのたたき美味しいからぜひ食べてね。めっちゃうまいよ。サワラのたたき初めて聞いた。ここも4年前から始めたんですね。そうですね、初めて食べる。確かに、最強焼きしか食べてない。いろいろと試してみて、これポン酢が良かったんですよね。ポン酢、はい、本当だ、すごい柔らかい魚だね。うん、あ、溶ける。本当ですね、ここ本当に柔らかい魚だね、これね。本当だ、あ、びっくりした。柔らかいな、うん、美味しい。海外とそこまでこう一本釣りとか、うん、魚にストレスをかけないようにとか、そこまでのこだわりがないから、うん、傷ついてるものとかを好まないからね、日本だから。そう、いや、めっちゃ美味しい。そして今回はこのサワラのたたきを豪快に乗せた丼もご用意しました。ラッキー。シソも入ってるから結構このアレンジは良さそうですね。ね、リツジどうでしょう。うまい。どうなん、もうトロットロしてる感じで、サラダ感が確かにさっぱりしてるんで、なんかあんまりちょっと食欲がない時でもいけそうな感じ。なるほど、美味しいですね。このサワラ自体がうますぎる。それがうまい、ちょっと買い占めます。今品切れになっちゃう。売り切れしたら田口くんのせいだな。そうですね。